さあここからは僕らが進行します。その名も匿名芸人うどんコンビ会。さあということで今週もやっていきますよ。はい、はい、さあ大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、すごい冒頭されてました。寝てた、寝ないでください。僕ら目開けたまま寝てた。やめてください、起きて、起きて。さあこのコーナーはですね、はい、我々うどんとみかんが出演者の皆さんや視聴者の皆様からのお願いを匿名として出していただいて、その匿名を全力で果たすぞというコーナーなんです。そうです。はい、今回はですね、なんと西田さんから匿名をいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。気になってたんですけれども、実際にまだ見たことがないということで、これをちょっと調べてもらいこちらです。出ました。はい、涙を流す桜を見よ、はい、これ分からないですよね。それは僕もね、本当にその、はい、なんか話題とかでそういうのがあるっての聞いたことある。松原さんにさ呼ばなあかんよ。怖い話じゃない。そう、怖い話。確かに、ね、この時期ぐらいだったと思うんですよ。はい、そうなんです。そうなんです、うん、まさにこの時期でございます。桜の時期は終わったよね。はい、そうなんですけれども、 それを含め今から VTR を見ていただきたいと思います。それでは、涙を流す桜とはどういったものなのでしょうか、はい、ぜひ見てください。 VTR 号泣。おはようございます。おはようございます。とみかんです。はい、はい、今日も頑張っていきますよ。頑張っていきましょう。はい、朝早いですけどね。はい、頑張りましょう。いい感じにいきましょう今日も。はい、いつものごとくですよ朝早い。いい感じにいきましょう。今日の匿名はですね、何でしょう。その名前、涙を流す桜を見よ。何のことか分かんないですよね。分かんないですね。僕も分からなかったんで、はいはい、さっき調べたら、うん、出てきました。出てきた、あるみたいです。うん、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、それじゃあ行ってきます。行ってきます。よし、もうええて。どこ行くね。すいません、また走っちゃいました。開店時間前や、ショッピングすなや。わしょい。涙を流す桜とは、やっちゃった。一体何か。インターネットの情報をもとに向かうのは京都月の輪寺。電車バスと乗り継ぎます。そして4月の28日に来てまいりましたよ。また山や。また山や。5階中山の奥や。3階山や。5階中3階山。このペースで行きよったら1年間で50階や。50階中30階山やで。もう登山家や。登山用の靴買おうや。こんなこと言うたらまた山が増えるかもしれん。僕たちが登る山は京都市内の西に位置する愛宕山。山の中にひっそり佇む寺に向かいます。ちょうど映像も拾いますね。はい、わ、なんか滝が、いい、滝が、滝が、お、虹かかってる。すげえ、虹や。虹や。虹ってる、すげえ。滝に虹ってるやん。すげえ。虹が滝が最高すぎるやん。やったわ。映像見れた。やばいぜ。滝にかかる虹を見て、今日は何かいいことが起きるのかもしれない。山の中を歩いたその時。どうしたんよ。びっくりですよ。タクシーや。タクシーや。来れたやん、車で。またここまで車で来れたやん。これは虹が僕たちに与えた修行なのか。険しい山道をひたすら歩いていきます。小学生の作文みたいな、ね、持ち方といい、読み方といい。結構登りましたよ。でも気持ちよさそうですね、天気いいからね。晴れてたんで、本当に気持ちよかったです。昨日明登りですけど、まだ登るんかいな。あと約1時間やばいな。もう1時間登っとるよ。一番きついっす、今までの山で一番きついっすわ。匿名なんやったっけってなって。うん、俺忘れた。何やったっけ、匿名。山登れやったっけ。大丈夫か。はい、計2時間ぐらい山です。修行や。この音楽かっこいいね。月の輪寺まで。まだしゃい。あと5分もあんの。よく参りやす。センスも。わあ、すごい。わあ、すごい。わあ。マッチが見える。景色の上。あたご山やもんね。大きいもんね。もう、ね、もう近いぞ。頂上や。すごいね。おはようございます。来ました。あっ、なんかアンっていう人。ここでこんな人と出会いました。
はい、はい、はい、ありがとうございます。こういう感想っぽいですね。郵便局の方ですか。そうです、職員です。今からおよそ1300年前に建てられたこの月の輪寺は、空や法然などのゆかりの寺として知られています。寺の宝物殿には国の重要文化財があります。そしてこれが涙を流す桜と言われるしぐれ桜の木で、浄土真宗の開祖親鸞が植えたと伝わっています。さあ、果たしてどうやって涙を流すのでしょうか。どういうこと。見たい見たい。これね、これこれね、今一つ落ちたね、出てくるね、はい、これはキラキラする。泣いてますよこれ、キラキラや。ほーらすごい泣き出した。涙を流す桜たるゆえん、それが葉から出るこの雫。このような桜は他にはなく、なんとも神秘的。住職によると、4月中旬から5月中旬までの期間しか雫は現れないといいます。ほんまに神秘やね。目の前でまさに神秘を目の当たりにしてるな。ほんまにあると思わんかったもんね。すごいな。この時期しか目にすることができない涙を流す桜を見ることができました。これで僕たちの匿名は完了です。さよなら。お疲れ様でした。はい、はい、ということで匿名を果たしてきました。果たしてきまして、はい、お疲れ様でした。不明なの。なんで、あれは住職さんがずっと住まわれてるんですけど、住職さんに聞いてもあれはもうミステリーやと、はい、そう、ミステリー言ってました。でもちょっとこう粘っこい感じやから、どちらか樹液のようなね、あの水分というか、さらっとしたのもあれば、あの、はい、泡状のものも結構あったり、結構いろんな状態で葉っぱから出てくるんですね。であれがもうほんと朝露とか前日の雨とかではなく、本当に晴れた日のお昼からパーって葉っぱから出てくるんですよ。そうなんです。あの木だけなの。あの木だけなの。あの木だけです。他にはないみたいです。だから一辺と何でも同じ種類でも同じようなことをするわけじゃないってことよね。そうなんですよ。この木だけが本当にすごいな。舐めてみた。いや、さすがにあの住職さんからもちょっとそれはやめときなって、はい、分からないから、ちょっと分からない。一応舐めようとはしました。はい、まあするよね。はい、ならよし。ならよし。ならよし。はい、あの桜本当にね、世界にあっこしかない、一本しかないという、はい、アタゴ桜と呼ばれている桜でございまして、見に行きたいな生で、ね、晴れてる日だけ、晴れてる日だけ、季節限らず、季節この時期なんです。この時期、4月の中旬から5月の中旬、はい、もしくは下旬まで、はい、でもなんか本当にちょっと涙のような、はい、はい、ねえ、はい、どうですか西田さん、どうですか。いやこれ、はい、現実実際こうやって出てるんやっていうのは本当に本当に、ね、写真ではなんか見たことはありましたけど、はいはい、ポタポタっていうのを初めて見たの。結構なレベルでいっぱい出てる。結構ね、いっぱい出てました。もう風が吹いたらもうバチャバチャバチャって雨降ってきたんかいぐらい、すごいですよ。すごいな、はい、桜以外でもそんな木ってないですもんね。ないと思います。湿度なのかなと思ってたけど、そうでもないと思うんですよ。ミステリーミステリーとして影響がないみたいですね。理由はわからないという。もうね、見てる方にでもぜひとも2人に何か解明してほしいことあったらどんどんね、はい、そうですね、はい、送ってください。結果ミステリーでもまあ見ることができたので、はい、あと頑張って山を登った。そうですね、頑張って登りました。じゃあ山関係でお願いします。山関係は本当に感動した。感動しました。感動しました。すごい昔の首相みたいな感動しました。感動したっていうか、すごいですね。もう帰っていいよ。いや、もうちょっとおらせてください。まだまだ、もうちょっとすいません。はい、ということで今回我々が調べた涙を流す桜は京都の月の輪寺で5月の中旬か、下旬まで、まさに今ですね、まさに今ですね、うん、はい、晴れの日しか涙は見えませんので、朝9時頃に、はい、月の輪寺まで登れるということで、それより早く行ったり、はい、夜遅くに行ったりしても、うん、見れることはできません。なので朝9時から午後2時までの間、こちらが涙を流す時間帯でございます。はい、ぜひ皆さん行ってみてください、はい、さあ、そしてこのコーナーでは今後も匿名を募集していきますので、ぜひコメントをお待ちしております。そしてこのコーナーがなんと YouTube でも見られるようになりました。あの、興奮しすぎて、はい、YouTube でも見られるようになりましたよ。 YouTube、はい、このコーナーだけ、はい、このコーナーだけです、今のところ今のところ
あの何気味なエコヒーキさん。やばい、ますますものすごい嫉妬に狂ってる。ますます扉バター開く閉じろこれ。やばいぞ。言うんじゃなかった。言うんじゃなかった。はい、ということでですね、はい、YouTube でイオヒカリチャンネルと検索したら出てきますので、はい、ぜひそちらもご覧ください。はい、はい、それでは以上、匿名芸人うどんとみかんでした。